皆さん、現在東京2020が新型コロナウイルスの影響により1年遅れて行われています。テレビ観戦していますか？五輪というとたくさんの感動のエピソードが頭に浮かびますね。こちらの映画は見たことありますか？2016年公開、栄光のランナー1936ベルリン。貧しい家庭に生まれながらもジェシー・オーエンスは中学時代から陸上選手として類いまれな才能を発揮していた。家族の期待を一身に背負ってオハイオ州立大学に進学した彼はコーチのラリー・スナイダーと出会い、オリンピックを目指して日々練習に励む。しかしアメリカ国内ではナチスに反対しベルリンオリンピックをボイコットする機運が高まっていた。そして黒人であるオーエンスにとってナチスによる人種差別政策は当然容認できるものではなかった。1936年のベルリンオリンピックで史上初の4冠を達成したアメリカの黒人陸上競技選手ジェシー・オーエンスの半生を描いた伝記映画です。ジェシー・オーエンスのように歴史に残るエピソードは他にもたくさんありますね。あなたはどんなエピソードが心に残っていますか？ぜひコメント欄に書いてくださいね。皆さん、キューブギークへようこそ。ナビゲーターの月原豊です。今日は五輪にまつわる話を5つご紹介します。1. ガブリエラ・アンデルセン、諦めない精神。初めての女子マラソン、1984年ロサンゼルス。1984年8月5日、ロサンゼルス五輪で初めて行われた女子マラソン。残り選手も少なくなってコロシアムへ帰ってきたガブリエラ・アンデルセンの姿に大観衆は息を呑みました。足を引きずり、上体を大きく揺らし、今にも倒れそうに一歩半歩と進むアンデルセン。やがて観客席から轟音のような声援が湧き起こります。フラフラになりながらゴールを目指すアンデルセンの姿に世界中の人々が注目しました。意識朦朧としながら係員の制止を拒み、39歳のアンデルセンはゴールへ倒れ込みました。オリンピック初の女子マラソン、実は大会前から暑さは課題でした。スタートは午前8時、レース終盤の気温は30度近く、今よりはずっと低い気温ですが、コースにはシャワーが設置され12人の医師が配置されました。レースの翌日、銀メダルを取ったグレテ・ワイツは止めるべきだったと批判しましたが、アンデルセン自身は笑顔で、最後は何も覚えていない、でも私は大丈夫と語りました。国際オリンピック委員会 IOC も脱水症状はあったものの危険はないとした現場の判断を支持。そこには女子にマラソンは無理だと言われたくない思いがあったようです。ロス五輪は女子の種目が増えた大会であり、過去のオリンピックには1928年アムステルダム大会で女子の陸上に当時最長の 800m が採用され、日本女子選手人見絹枝さんがゴール直後に倒れ、その後しばらく競技が実施されなかった歴史もあります。女性のスポーツ進出に水を差すことなく、問題を整理して真夏の五輪を論ずる機運が1984年当時はまだありませんでした。ロス五輪の後も選手の身体能力、トレーニング法や水分補給法などが進化し、猛暑のマラソンは続いてきましたが、地球規模の気温上昇はその上を行き、今回の東京五輪のマラソンコースは東京よりも気温の低い札幌へ変更となりました。2. ジェシー・オーエンス、ヒトラーの計画を裏返した男。
先ほどご紹介した映画のモデルとなった人物です。今から84年前、1936年のオリンピックはドイツ・ベルリンで開催されました。当時のドイツは当主アドルフ・ヒトラーのナチス党が支配していました。ヒトラーは金髪で青い瞳をしたアーリア人種と言われる純粋なドイツ人が最も優れた民族であると主張。ユダヤ人や有色人種などをターゲットに迫害を行っていました。しかしそのような行為は他国から非難を浴びていたため、ヒトラーはドイツ人選手が活躍することで自国の素晴らしさとアーリア人の優秀さを知らしめるプロパガンダにオリンピックを利用することにしました。しかしこの野望に一石を投じたのが22歳の黒人選手、陸上競技アメリカ代表のジェシー・オーエンスでした。オーエンスは陸上 100m 走で自身初のオリンピック金メダルを獲得、続いて走り幅跳びにも出場します。しかし難なく予選を通過すると思われていたにもかかわらず、2度もファールというミスを犯してしまいました。あと1回失敗するともう後がない、焦るオーエンスに1フィート手前に線を引き、そこからジャンプする、そうすればファールするはずがないと助言する人物が現れます。その人はルッツ・ロング。金髪に青い瞳で長身、ヒトラーが最も優れているというアーリア人を絵に描いたようなドイツ代表の選手でした。おかげでオーエンスは予選を通過します。そして決勝ではオーエンスとロングの一騎打ちとなりました。接戦が続きますが、最後にロングが踏み切りを越してしまい、オーエンスが金メダルを手にするという結果になりました。その時最初に祝福したのは敗れたロングでした。ヒトラーのためのオリンピックとまで言われた大会で、しかも大観衆の前で黒人選手のオーエンスを力いっぱい抱きしめて称えました。オーエンスはこの時のことを、ヒトラーの目の前でロングが私と友達になることはとても勇気がいることだったに違いない、私が持つメダルやカップの全てを溶かしても、その時に私がルッツ・ロングに感じた二人の純金のような友情を覆い隠すことはできないだろう。ヒトラーは私たちが抱き合うのを見て怒り狂ったに違いないと語っています。3、友情のメダル。今から76年前、1936年昭和11年にドイツのベルリンで開かれたオリンピックでのことです。棒高跳びという競技を知っていますか？棒高跳びは4メートルくらいの棒を使ってジャンプをして4メートル以上の高さのバーを飛び越える競技です。高さで言うと校舎の2階の窓のところくらいでしょうか。その競技の決勝でのことです。競技は夕方の4時から始まりましたが、あいにくの雨と強い風です。選手たちは大変な中を戦いました。最後に残ったのは OSAO 西田周平という2人の日本勢を含む4人です。アメリカのメドウスが4メートル35を飛び1位の金メダル確定。大江西田両選手の記録はともに4メートル25でしたが、日本人同士で争うことはないと2位3位決定戦を辞退しました。時間は夜の9時過ぎ。ここまで5時間以上にわたる大接戦で2人とも疲れ果てていたのです。日本側は1回目でクリアした西田を2位、2回目でクリアした大江を3位と届け出て、これが公式記録と認められました。ところが2位になった西田選手はこの決定はおかしいとずっと考えていたのです。なぜかというと2人とも同じ高さを飛んだのだから2人とも2位でいいのではないかと思っていたからです。でも一度決まった結果は変更されることはありませんでした。そこで西田選手は
大江選手にある提案をしました。2つのメダルを半分ずつに割って、銀メダルと銅メダルをくっつけて、それを2人で持とうよ、と言ったのです。こうして銀と銅半分ずつをつなぎ合わせた2つのメダルが生まれました。その後このメダルは友情のメダルと言われるようになったのです。4、日本人女性の初めてのメダル。女性がオリンピックに参加できるようになったのは1900年の第2回パリ大会からでした。日本女子選手としての初出場は1928年アムステルダム大会、陸上の瞳絹江さんです。女子の個人種目すべて 100m、800m、円盤投げ、走り高跳びにエントリーしました。得意の 100m は準決勝で4位となり決勝進出を逃しましたが、 800m で2位となり銀メダル、日本人女性初のオリンピックメダリストとなりました。ひとみさんはその2年後、1930年9月6日、チェコスロバキアプラハの国際女子競技大会に5人の選手を率いて出場。走り幅跳びでは5メートル90で優勝。三種競技は192点で2位。やり投げは3位。60メートルも3位。400メートルリレーは4位。100メートルは準決勝敗退、200メートルは決勝を棄権しました。その後、9月11日ワルシャワ、9月13日ベルリン、9月20日ブリュッセル、翌21日パリと連戦を重ね、ロンドンからカイロにて11月6日に帰国しました。半月のうちに5つの大会が集中し、肉体的にも大きな負担となり、またオリンピックに比べると結果が悪かったことから、日本での反応が冷たいことを知った選手たちは深く傷ついたようです。その後ひとみさんは体調を崩し扁桃腺炎になりますが、正月までほとんど休みなく新聞社での仕事や募金へのお礼を行いました。翌1931年3月25日、早朝から喀血し、六膜炎で入院。7月中旬には肺炎を併発、そして8月2日、陥落性肺炎により、24歳の若さで死去。アムステルダムオリンピック800メートル決勝の日からちょうど3年後の日でした。1992年、バルセロナオリンピックのマラソンに出場した有森裕子さんは2位でゴールし、日本女子陸上競技会では瞳絹江さん以来64年ぶりのオリンピックメダル獲得となりました。くしくも有森さんは瞳さんと同じ岡山県出身であり、この銀メダルを獲得した日付も64年前、瞳さんがアムステルダムで銀メダルを獲得した日でもあり、瞳さんの命日でもある8月2日でした。5、東京2020までの世界のトップメダリスト。前回のリオデジャネイロ大会まで日本で最も多くの金メダルを獲得したのは体操男子の加藤沙央さんです。1968年メキシコ大会3冠など、72年ミュンヘン、76年モントリオールまでの3大会で計8個を誇ります。2位3位も体操勢で、中山明憲さんが6個、小野隆さん、遠藤幸男さん、塚原光男さんが5個で並びます。体操以外では競泳男子平泳ぎの北島康介さんが2004年アテネ、2008年北京の2大会連続2冠、レスリングの伊調馨さんはアテネから2016年リオデジャネイロ大会まで女子の個人種目で史上初の4連覇を達成しました。柔道男子60キロ級の野村忠宏さんは1996年アトランタ大会から3連覇しました。では海外に目を向けてみましょう。世界で見ると
競泳のマイケル・フェルプスがリオ五輪競泳競技終了時点でオリンピックメダル通算獲得数28個、金メダルの通算獲得数23個で男女を通じて断然の1位。またアテネ五輪と北京五輪とで記録した一大会でメダル獲得数8個というのも歴代1位タイ記録です。しかも北京で獲得した8個のメダルは全て金メダルで、オリンピック一大会で8個の金メダルというのは史上初の記録となりました。まさに怪物の異名にふさわしい伝説の選手と言えるでしょう。陸上男子のカール・ルイスは84年ロサンゼルス大会から走り幅跳び4連覇などで金9個を獲得し、フェルプスに次ぐ2位タイ、リオ大会で史上初の陸上男子 100m3 連覇を達成したウサイン・ボルトは金8個、女子は体操のラリサ・ラチニナの9個が最多となっています。どうでしたでしょうか。現在東京2020が新型コロナウイルスの影響により1年遅れて行われています。困難な状況は続きますが、選手たちの頑張りが、一生懸命が、たくさんの感動が、私たち人類が明るい未来への扉を押し開ける力となることを願います。コメントやご意見、新しいストーリーのリクエストをお待ちしております。チャンネル登録をして通知ボタンを押すと、またたくさんのストーリーをお届けしたいと思います。よろしくお願いします。